1億2000万人の陸上ファンの皆様、お待たせいたしました。大好評をいただいております。ゾウチャンネル実況シリーズ、今日ね、お伝えいたします動画は、先日ありました第103回、日本選手権女子1万メートル、こちらの模様ですね、皆さんと一緒に、よりスリリング、そしてよりスティムラスに、お送りしたいなと思っております。さあ各選手がね、一斉にウォーミングアップというところでね、今、集団の一番後方一人、ストレッチをしているのが新谷仁美選手、ナイキ東京、5番のね、ゼッケンをつけておりますけれどもね、やっぱり今回のね、1万メートル新谷選手がね、どのような動きをしてくるのかというところにかなりね、注目が集まるんじゃないかなと。かなりこのレースのね、起爆剤、カンフル剤となるね、存在だと思いますので、まあ、その中で、こちら同種目、2連覇中のね、松田瑞生選手であったり、そして、まあ、鈴木愛子選手であったりね、まあ、去年の 5000m チャンピオン、鍋島選手であったりがね、どのような感じでこう、レースを繰り広げてくるのか、こちらにね、大注目していきたいなと、思います。さあ選手コールがね、行われておりますけれども、まあ、もう一人ですね、やはり田中希実選手、こちらの選手の1万メートルの走り、今ね、呼ばれましたけれども、17番、まあ3月にね、ありました日本クロカン、2月かな、日本クロカンでは山内選手をね、破っての優勝と、いうことでね、長い距離での対応力もしっかりと見せつけていると、もう戦後3000、5000と、もう本当ね、もう同世代ではもうナンバーワンの実力を持ってる選手なんで、そしてね、アンダー20の世界陸上では金メダルというところもありますしね。こちら田中選手の走りもね、面白いんじゃないかなと。さあ山田電機筒井選手が呼ばれ、そして大注目新谷仁美選手が呼ばれました。さあどのようなレースを見せてくれるのか。そして一番いいんですね、16番、こちらに松田瑞生選手と、ちょっとね、トラックレースを走ってないんで、このあたり、しっかりとね、ピーキングできているのかどうかというところはあると思うんですけれどもね、やはり、マラソンの方ではね、しっかり昨年のベルリンマラソンで、自己ベストを更新してますので、まあ、このあたり、まあ、相変わらずのこの腹筋バキバキ、シックスパックがね、もう代名詞となっておりますけれどもね、3連覇。期待がかかりますのでね、松田選手の動きにも注目してお伝えしていきたいなと思います。さあいよいよスタートというところなんですけれどもね、やはり狙うはね、ドーハ世界陸上の参加標準記録であります31分50秒と、なかなかやっぱりね、31分台というタイムはね、厳しいタイムとは思うんですけれども、あ、そうそうね、スタートですので、しっかり静かにスタートを見守っていきたいなと思います。さあスタートいたしました。まあ話は戻りますけれどもね、この31分台、しっかりとね、まあ去年そして一昨年とね、まあ、31分しっかりと切って、松田瑞生選手、ゴールタイム優勝してますんでね、当然今大会もね、31分台のレースになってくるんじゃないかなと思うんですけどもね、さあこの辺りのレースの主導権イニシアティブをどの選手が取るのか、こちらね、しっかり注目して、おっといきなり鈴木愛子選手、日本選手権ね勝ててないんでね、最近はね、ちょっとねもう2位はいりませんよと、いった感じでね、しっかりと前で、ペースメイク、そしてやっぱりマラソン、そしてハーフマラソン、こちらを経験してですね、やはりスピード力はね、どうしても必要なんだと、まあ5000m のタイムはね、15分1桁というね、タイム持ってますけれどもね、こういった1万メートルでもしっかりとラスト走れる、スピード力をね、ここでね、しっかりと見せていただきたいなと、思います。
そして2位3位には大東文化大学関谷選手、そして3位には中央大学の五島選手と、まあ、今ね大学陸上界をね牽引する2大エースがねしっかりと鈴木選手をマーク、75秒というところでね、さあこちらのペースがどのようにねこれから推移してくるのか、このやっぱ75秒、76秒というのがね、この31分台の目安となってきますので、ここからねちょっと遅れるようなことがあってくるとちょっと31分台、難しいよというふうにね皆さんも、判断していただきたいなと、思っております。さあレースは依然、淡々と進んでおりますけれども、この辺りですね、また鈴木選手がね、トップでね、レースを進めているというところの、さあちょっとね新谷選手のね動きとかね、あと山内選手ですか、この辺りの動きはねまだ集団後方で、レース展開をねこう伺っているかなという感じではありますけれど、さあトップ鈴木愛子選手をマークするのは16番上がってまいりました松田瑞生選手、ダイハツおっと来ました。こういうね飛び出しがねもういつでも前出れますよと言わんばかりのね5番新谷選手のこの飛び出し、いやこういったね欲しいですね。 800m77 秒と、あ2分32の77秒ということでね、しっかりといいペースで、レースは推移という感じなんですけれども、あ鈴木選手がね本当果敢にね、攻めてますよね。やはりマラソン MGC もう大注目、ね、優勝候補筆頭といってもね、過言ではないスピードを持ってますからね、まあ、あの丸亀ハーフでやっぱり1時間7分台というこのスピードをね、見せつけたというあたりもね、こちら鈴木選手の成長がね伺えるんじゃないかなというふうに思いますけれども、 1000m3 分10秒と、さあこのペースでしっかりと1万 m、刻んでいければ、はい、しっかりとね、31分台見えてきますんでね、さあ集団後方山口選手の隣には、田中希実選手がついていると、まあ適応力対応力ありますよね田中選手もね、長い距離になっても、まあ、あの本当日本クロカンでちょっと山口選手に勝ったっていうのは結構僕の中ではねあの衝撃的だったんですけれども、やっぱあの山口選手がね、1万メートルで昨年12月ですか、あれだけのタイム出しましたからね、でその流れでのやはり日本クロカンでやっぱ山内選手を日本、ね、クロスカントリーとはいえ、抑えて優勝というところを見てもですね、ちょっとこの1万メートル田中選手注目していきたいなと。さあ2000メートル通過3分10秒、あまり変わりませんね、しっかりと鈴木選手が、ペースメイクと。さあ3番手には1番、筒井選手、筒井咲穂選手も上がってまいりましたと、まあ、延岡ではね 5000m 自己ベスト、叩き出してますんで調子はね、悪くないと、もう狙うは多分 1万m、 おっともうねやっぱこの辺りでちょっと第2グループ、と第1グループ、ね、トップ集団との、ね、差ができてますんで、さあしっかりとね第2グループの選手たちにもね、食らいついていっていただきたいなと。さあレースは間もなく、まあ、相変わらずのね、鈴木選手のペースメイクに、松田選手と、はい、3000m 通過しました、9分3、ちょっとね、この 1000m 落ちてますけれどもね、やはりね 3000m あたりだと落ち着いてきますんでね、しっかりとここからもねペースを上げていっていただきたいなと。さあ鈴木選手がね依然ペースメイクしてもらいますけれども、2番手に松田瑞生選手とすいません皆さん、そうなんですよ、あのですね 4000m 手前でですねもう新谷選手が出てきているんですよね、ここのね出てきているところを僕は取り逃しました、申し訳ありません。やっぱりちょっとあの3分15までペースが落ちてきたんで、ここはね新谷選手ちょっとしびれを切らしてではないですけれども、もう私がもう行くしかないですよと、行きましょうという感じでね、しっかりと、ここで食らいついてくると 3600m 通過、いやーニーヤセンスがね、ここで出てきてかなりねここからハイペース、またまたね脱落する選手が出てくるんじゃないかなというところなんですけれども、それにぴったりとマークするのは鈴木選手と日本郵政鍋島選手、
そしてその後ろ青いユニフォームですね、萩原選手も、ここでね、しっかりとついてきていると。まあ、萩原選手もね、トヨタ、自動織機の方にね、移籍されましてから、まあ、しっかりと今年、兵庫リレーカーニバルでね、31分台、日本人トップでね、ゴールもしてますんで、まあ、ユニクロ時代にはね、アジア大会、日本代表も経験してますし、千葉クロカンでも、アンカーで区間賞、日本代表のね、優勝にも大きく貢献した選手なんでね、しっかりとこの2019年シーズン、上げてきていただきたいなと。若干ですね、5位グループと、4位までの萩原選手の間にちょっと空間が出てきてますけれども、5位グループ引っ張るのは松田瑞生選手、そしてその後ろに、19番、キヤノンアスリートクラブ矢野選手と、さあ 4000m 通過上げてきてます。3分8秒、やはりね、新谷選手がしびれを切らし、ちょっとねタイムをね上げてきてます。それで食らいつけるのがこの4人と。さあ5位グループもねしっかりとついてきて、おっとちょっと5位グループ、そうですね、五島選手が若干離れてきているかというところなんですけれども、それだけやっぱりね、新谷選手が、ペースハイペースでね、引っ張ってるというところなんでしょうか。まあ、アジア選手権、銀メダルですからね、この辺のタイムしっかりとね新谷選手叩き出してきてるんで、やっぱりね、日本アジア選手権でも、はい、銀メダルやはり金じゃないと意味がないんだというところでね、こういった姿勢がね今のこの走りに、現れてるんじゃないかなというところで、さあ5位グループちょっと苦しくなってきたか、次第にねちょっと、いや本当5位グループもね日本のトップをね、もう形成する選手、松田選手、森田選手、矢野選手、山内選手、そしてね、佐藤選手も、いますんでね、いや佐藤選手も本当あのプリンセス駅伝で区間賞、取られてからもうガンガン調子上げてきてますんで、全日本実業団ハーフでもね、優勝というところで、しかも1時間10分切ってますからタイムもね、はい、このまま絶好調の選手なんですけれどもね、やはりちょっと新谷選手の、走りにはちょっとこれは置いていかれても仕方がないのかなと。でこの5位グループには、田中希実選手も、しっかりと、食らいついていると。やっぱね田中希実選手、そしてこの新谷選手ですが、あの宮古路のね、一区を沸かせた、まあ世代は違いますけれどもね、こういったあたりのね対決っていうのもね、本当ね同じレースでね、対決っていうのも本当楽しみだ。そうなんですよ、新谷選手っていうのはあの宮古路、一区連続3年連続で走ってるんですけれども、区間賞ね、そしかも18分台ですから、あの廣中璃梨佳選手で最後の18分台届きませんでしたからね、そのタイムをしっかりと工場感時代、叩き出してるとね、いうこと で田中希実選手っていうのはあの1区走ってるんですけど区間賞はないんですよね。このあたりのね、あんだけ強い選手なのにあの宮古路ではあの区間賞取れなかったというところもあるんで、いやー本当ね激アツですね。いや本当女子も好きなんですよ、僕は。はい、このね、1万メートルに関しましては、ちょっとね、女子の方がちょっと楽しかったっていうか、エキサイティングしちゃったなっていうね、感じなんですけれども、さあ、以前、新谷選手、もうね、しっかりとペースを刻み、先頭を走っております。もう一度ね、日本代表、ユニフォームを着てですね、世界に殴り込みたいというね、気持ちはね、あると思うんですけども、5000メートル、15分53秒と。1万メートルの通過15分53秒、やはりね、新谷選手がしっかりと、ペース3000メートルのあたりでね落ちてきたんですけれども、新谷選手が上がってきたからしっかりと戻してきている、この牽引力ですよね。さあここからふるい落としが始まるのかというところで、さあ増田瑞生選手5位グループの中でもちょっと集団後方苦しくなってきたのか、さあ厳しいレースになってくるのか。古い落としがね、新谷選手のハイペースでね、続いておりますけれども、しかしまだねこの2位を走っている、鈴木選手、そして鍋島選手にはちょっとねまだ余裕があるのかなと。萩原選手が若干疲れた感じはあるんですけれども、まあああいうスタイルですからね萩原選手はね、まあ、このあたりで、
どこまでね、このグループというか新谷選手のペースにね、食らいついていけるのかと、いうことでね、いや、 やっぱね、新谷選手といえばね、あの2013年、ね、思い出しますけれどもね、もう世界のケニア、エチオピア勢をね、ラストの 9500m まで、引っ張っていったと、まあ、ラストのラストでね、抜かれてはしまいましたけれどもね、はい、ディババ選手にね。でも、まあ、ディババ選手、まあ、ディババ選手はやっぱラストがすごい強いんで、もう、まあ、なってしまったら仕方がないかなというところがありますけれども、ニーヤ選手はやっぱりそのラストの部分にかけてはあのディババ選手にはちょっと及ばないところが、ありますので、もうああするしかないというところで、本当ね、勇気ある、戦いをしましたよね。まあメダルは逃しましたけれども5位入賞ですから。さあ 5600m 通過77秒と依然ね、淡々とペースを刻んでいる新谷仁美で、まあ、新谷選手、まあ、しかも30分台ですから、サブ31はねなかなか見られないですからね。このあたり世界の舞台であれをやっちゃうあたりがね新谷選手のね、凄さなんじゃないかなと。おそらく今年のドーハ大会であったりね、来年、東京オリンピックありますけれども、ディババ選手、出てくると思いますんでね。あと今世界最強の綾菜選手もいますんでねもう世界はもう29分15秒16秒、まあ、あのあたりですからね、世界記録はね。それをオリンピックでやっちゃう選手たちがいるんで29分台ですよ。もう大学男子のね、大学陸上界でも29分台だったら結構厳しいタイムだと思うんですけれども、このあたりを女子でやってきちゃうのが今世界のレベルなんでね、しっかりとね食らいついて頑張っていただきたいなと。あーちょっとね萩原選手、押してきたかと、新谷選手のペースについていけず、さあその後ろを走る鈴木選手、鍋島選手の余裕度はどうなのか。 6000m 19分3秒3分10秒のスプリットと、依然ペースは変わらずと。このあたりね、本当3分10でねしっかりと押していけるあたりがね、新谷選手のね、凄さですよね。さあそうですね、まあ、持ち味しっかりと鈴木選手も、鍋島選手もね、出してるんじゃないかなと。まだね余裕といいますか、まだついていけないペースじゃないなっていうところがね、この2人後ろ姿からもね、見えますんで。さあ新谷選手ちょっとね、厳しいレースになってくるとは思うんですけれどもね、やはり2013年のね、二の舞にはさせないと、しっかりと突き放していきたいと、思っているんじゃないかなと思うんですけど、やっぱりね鈴木選手もやっぱ鍋島選手も強いですからね。さあこの辺り、さあ1万メートル非常に盛り上がっています。萩原選手苦しくなってきた、苦しくなって、おっと、お後ろからちょっと山口選手とね、森田選手、そしてあ五島選手もちょっと息を吹っ返してきたか。さあしっかりとね、いやいいペースだと思いますよ。先頭はやっぱりね、3分10のね、ラップを刻んでるわけですから、1キロのねスプリット刻んでるわけですから、さあああいった後ろの後続グループもね、もしかしたらまたまた最後終盤ね、若干この先頭のグループのペースが落ちてくればね、一かみ二かみあるんじゃないかなというペースで。さあこの辺りね面白いですよね。しかしこの差、しかしこの差、お山之内選手上がってきました。山之内選手昨年の1万メートルランキングトップ、私を忘れてはないですかと。山之内選手、まあ、今季もねちょっと絶好調なんでね、山之内選手ちょっとね追いついてほしいですよね。面白い、ちょっと萩原選手とね一緒にねこう前を追ってほしいなっていうところはあるんですけれどもね。さあ距離にしてまあ50メートルぐらいでしょうかね、まだ、差はありますけれども。さあ周回遅れ、エディオン西田選手周回遅れたんでしまいました。あーっとパナソニック8番堀選手がこの位置、堀選手もね、昨年アジア大会1万メートル日本代表でね、入賞してる選手なんですけれども、っていうね、このちょっと1万メートル合わせられなかったのかなっていう感じはありますけれどもね。さあ堀選手、いや全日本実業団クイーンズ駅伝でもねしっかり区間賞、取ってくる選手なんでね、
この辺りがね、いや勝負の妙ですね、本当にね。で、この新谷選手と、鈴木選手っていうのがね、今年の都道府県駅伝で、まあ、京都で行われましたけれども、区間1位、2位というところでね、激アツですね、やっぱ駅伝シーズンも含めてこう、ね楽しめるっていうのがね、さあ、7000m 通過、22分14秒と。さあここでね、1キロギトのラップをね見てみたいんですけれども、依然変わらず、3分10秒、やっぱこの辺り抜群のペースメイクですよね、新谷選手。やっぱ強くないとここできないんで、まあしかしちょっとラスト2キロからがねちょっと怖いなっていうのがあるんですけれども、さあまたまた後続周回遅れか、はい、京セラ松田選手、そして大塚製薬福良選手、そしてその前にダイハツ細田選手というあたりがね今いましたけどもね。さあ76秒、依然ペースを落とさず、いやすごいと。しかしそれにしっかり食らいつく鍋島鈴木というところでね、ちょっとねもう吸収も時間の問題かなというところなんですけれどもね、まだちょっと出るとこじゃないというふうにね、鈴木選手も鍋島選手もね、思っているのかなと。もうちょっとねちょっと上げてですね、新谷選手がもう厳しい呪文なんですけれども、ちょっと上げてですね、ちょっと振るってみるのも面白いかなとは思うんですけども、まあ、76秒で回ってますので、なかなかここからのペースアップっていうのはねこの時点ではかなり難しいと思うんですよね。もうこのまま行くしかないかなっていう感じで、さあ、まもなく、周回遅れ吸収、京セラ増田選手、大塚製薬福良選手と、そしてダイハツ、細田、おーっと、関谷選手も上げられず、この位置、関谷選手も苦しい走り、ちょっと五島選手がね、粘ってるんでね、関谷選手にも頑張っていただきたいなっていうところはあるんですけれどもね。さあレースも残り、2400m というところでね、さあ若干ペースを落ちてきました、若干ペースが落ちてきましたが、さあこのままもうずっと一人でね、やっぱり新谷選手はね引っ張ってますんでね、このあたりで、まあ、若干のペースダウンはね仕方ないのかなっていうことがあるんですけど、まだ秒の誤差なんでね、はい、まだまだ、上げていけれるんじゃないかなというところなんですけれどもね。さあ関谷選手があの位置であの苦しい走り、やはりね森の都とかね見てみると本当、もう2年連続区間賞、もう大学駅伝界の本当エースですからね、まあ、できればですねこのメンバーにねもう全盛期のね宗久選手、東京農業大学、この選手を、ね、入れたかったなっていうのはあるんですけれどもね、なかなか怪我でね、今苦しんでるところで、ちょっとね、レース出てないんですけどもね、宗久選手、もうラストイヤーね、しっかりと、出てないですけどもね、もう期待したいなっていうのはあるんですけれども、さあ、ちょっとね、新谷選手、口が開いてきたかなっていうところがあるんですけれども、さあ、ここからしっかりと粘っていきたい、粘っていきたい、レース終盤。さあ 8000m 25分28秒と、さあちょっとね、昨日のラップ3分14、若干ね押してきてるんでちょっと疲れてきてるんでね、さあここからねまた巻き返しはあるのか、まあ、あと 2000m ですからね、しっかりと、おっとちょっと、おっと逃がさない逃がさない、さあ鈴木選手も意地がありますからね、そして当然鍋島選手もこのままでは行かせませんよと。さあ金谷体育大学 OB、 まあちょっとね大学卒業4年時は結構怪我とかも苦しんでね、大学卒業してからの大学卒業してからの実業団1年目もね、なかなか試合に出ることもできなかったんですけども、その時にやっぱりね、関谷選手と鈴木選手がね日本代表になったと、やっぱかなりそれにね刺激を受けたというところで、この復活してからも鍋島選手の、もう調子の良さっていうのはねもう皆さんが知るところだと思いますんでね、そういったあたりもチーム内でねお互いがお互いこう刺激し合って、おっと後ろから21番
山之内選手が上がってきました。これ面白いですね。この3人にこの山之内選手が絡んできたらね、かなり面白いんじゃないかなと思うんですけども、さあ 8400m 通過ペース落ちてきてます。だから山之内選手が上げてきてるんですね。76、77でしっかりと山之内選手が上げてきているというところなんで、これもしかしたらラスト2周あたりで山之内選手がこう食らいついてくるかもしれないというね、ちょっと楽しみな展開になってきましたが、さあ新谷選手逃げれるのかどうなのかというところですけども、さあ果たして、いやー新谷選手ね、ずっと引っ張ってますからね、本当に新谷選手だってまだ多分去年ですよね、去年の多分5月6月ぐらいに日体大に、で現役復帰してっていうところでもうここまで持ってきてますんで、本当すごいなとちょっとね、1万メートルにまたね、新しい風っていうか戻ってきたなっていうね、風が舞い戻ってきたなっていうのがね、本当にありますよね。さあ、林田選手もこの位置、トヨタ自動織機のね、もう仕事人と言ってもいいぐらいのね、もう強い選手なんですけどもね、さあしかしひたひたと迫ってくるのが山之内選手、これ面白いですね。山之内選手がここで、さあしかし残り 1200m、 さあペースがやっぱりちょっと落ちてるんで、十分ね山之内選手もね追いついてこれるね、隙はあるんじゃないかなというところでも、しかし逃げる新谷、鈴木、そして鍋島と、さあどうなのかこの辺り、まあ、鍋島選手もラストありますんで、はい、さあ鈴木選手もここはね、本当もう2位はいらないんですよと多分思ってると思うんで、しっかりとね1位狙って頑張っていきたい、そして新谷選手もしっかりと返り咲きたいとね、いうところで、まあ、あの2013年先ほどもね、世界大会話しましたけれども、その時の日本選手権ですよね2位を多分あれ周回遅れにしましたよね。2位を周回遅れにしてぶっちぎりで優勝してたんで、さあ 1000m 3分14、さあラストのね、ラストの 1000m、 さあ 9000m からのゴールタイムはね、どこまで縮めてくるのかですよね。さあそろそろね、レースが動きそうなんで、この辺りでね、山之内選手にパッと来てほしいんですけど、まだ来ないか、まだちょっと差はあるか、ちょっとラスト1000でこの差を縮めるのは厳しいのかっていうところありますけどね。さあラスト 800m、 しっかりとペース落ちてますからね。さあここからどこまで上げてこれるのか、新谷が逃げ切るのか、はたまた鈴木か、そして鍋島かというところですね。さあ4位にはね、単独で、山之内選手が1人追っているというところなんですけど、さあちょっとギア変えてきましたね。さあここで2位、おっと動きが出てきました。ちょっと3人の差がね、急に縮まってきましたんで、さあここで横に出たのは鈴木選手、さあここからですね、新谷選手も鈴木選手を前に出させない。さあここでまた一旦落ち着きましたけれども、このね第4コーナー回ってからですよね。鈴木選手のシューズベイパーかと思ったら、あれ多分スパイクついてますよね。ハイブリッドじゃないかなと、言ったところで、さあこの辺り、筒井選手もこの位置か、1番ナンバーカード1番筒井選手もちょっとこの位置と、さあ出てきたのは鍋島、ラスト1周、さあ置いていかれたのは新谷、鍋島、鈴木が逃げる、鈴木逃げる、さあ前を行く伝送の選手は庄司舞。さあこの辺りね、さあラストの1周果たしてどんだけでも、ついていけない、粘れるのか、この差を、いやまだ分かりませんよ、新谷選手もこれは分かりませんよ。しかし鍋島のスパートだが、さあどうなのか、鈴木選手もやはりね逃がしたくない。34秒、かなり上がってきました。さあ周回遅れの選手をかわして、さあ鍋島、鈴木、さあその後ろ新谷の石、さあまたフレームアウト、まだわからない。さあ鍋島逃げる、鈴木を、佐藤選手がこの位置来た、新谷来ました。さあどうなのか、鍋島選手がこのまま逃げ切って
ゴッホッホ鈴木選手が2位、そして新谷選手が3位というところでね、いやー、鍋島選手、昨年の 5000m に続き今年は 1万m、まずは1冠と。さあちょっとね、山之内選手が4位でしたけれどもね、終盤の追い上げ及ばずとあーこの辺り健闘をたたえます、日本郵政。いやーワンツーフィニッシュと、ちょっとねこらえることができませんでしたね、新谷選手、まあ、かなりね引っ張ってましたんでね、そのあたりでなかなか、あ、今山之内選手と鈴木選手が握手をしておりますけれども、あ、田中選手もゴールということ、いい走りだったんじゃないかなと思いますけどもね、あ、福島選手もね、頑張りましたよね、まあ、今年はあのユニバーシアードのね、参加標準記録ももう突破してますんでね、さあガッツポーズ、さあ鍋島選手ガッツポーズで応えております。あ、いいですね、鍋島スマイル、リナスマイルが見れてると、あー、しかしね、新谷選手、あー、佐藤選手、悔しいレースでしたね、ちょっとね、ちょっと悔しさのあまり、あー、佐藤選手もね、今シーズン、飛躍が期待できる選手ですからね、さあ、まあまあ、次のね、レースで頑張っていただきたいなと、思います。さあラスト争い、ラストの争い、最後まで頑張る、あ、福良選手がね最後ゴールですかね、で堀選手も今ゴールというところで、1万メートル、大変ねエキサイティングなレースになりました、今日はこの辺でお別れします、ありがとうございました。